はいどうも、ケンリです。よろしくお願いします。ということで、今回もバウンティラッシュやっていきます。ということで、今回はですね、明日、5月15日に予告、スペシャルイベントが、はい、来るということで、まあ、こちらについてのお話を若干と、まあ、どうなっていくのかっていう話をちょっとしていきたいと思います。はい、まあ、全世界2000万ダウンロード記念ということで、5月15日スタートということなんですが、まあ、もう間違いなく、シャンクスと黒ひげの、まあ、復刻なんじゃないかなと、はい、いうふうになっております。はい。で、前回のガチャを簡単に話すると、シャンクスの方はですね、こういった感じに5ステップっていう形で、出てきてました。はい、まあ、なので、黒ひげよりかはダイヤが少なく、確定ガチャを引けるっていう感じです。はい、で、ただ、こういう風にステップ3星4キャラ1体確定とかっていうものではございません。はい、この、ステップ3のここのところにチケットが1枚もらえたんですよ。はい、でこのステップ5のところにも、チケットが1枚もらえる。はい、これを確か5枚集めると1体と交換できるんですよね。はい、なので実質素体1体確定でもらおうと思ったら必要なダイヤは300個必要でした。はい、まあ、なのでその300個引いてるうちに自力で、まあ、シャンクスを当てれば300個でまあ80にしたりとか70にしたりっていうことが、まあ可能になってきます。ただシャンクスも黒ひげもそうなんですけども、当選確率が 0.2% なんですよ。はい、地獄です。はい、そうです、地獄です。はい、まあ、なのでまあ、そちらの方を考慮して、まあ、ガチャをしてもらえればなと思います。はい、で、黒ひげの方はですね、こんな感じです。もうこのルフィ誕生日記念ガチャ、まあ、スネークマンはあのステップ5、1周目までは、回したんですけども、はい、黒ひげはもう初っ端からこれです。はい、1回引くか11回引くか。はい、でガシャポイントを150貯めれば1体確定でもらえますよ。はい、まあ、なので 50×15、 はい、750個ぐらいかな。はい、で確定で1体もらえますっていう差です。まあ、なのでダイヤが今ちょっと少ないなって思う方は、まあ、そこを考えて、まあ、引いてもらえればなっていう感じです。はい、まあ、なのでまあ現状そうなんですけど、現状バウンティー界で最強って言われてる黒ひげは、まあそんだけのお金とダイヤがまあいっぱいかかってくるんだよっていうことを、まあだから強いんですよね簡単に言えば、はい、当たらないので、はい、まあ当てにくいですかね。はい、まあ、なのでまあそこを考慮してガチャをしていただければなと思います。はい、でまあこっからがあれなんですけど、まあそのですね、まあシャンクスと黒ひげ多分皆さんこれからゲットしていくと、まあ実際プレイするとこんな感じになりますよっていうのを今からプレイしていきたいと思いますので、ぜひ見てください。ということでプレイスタート。はい、ということで1回戦目やっていきたいと思います。はい、ということでね、これ味方がですね黒ひげ3体います。はい、敵に黒ひげ4体です。はい、こういう状況がいっぱい生まれます、明日からはいまあということでね、まあ復刻はすげえ賛否両論あるんですけども、まあ本当にもうそこも運営がもう決めちゃったことなんで、まあもう逆らうことはできないっていう感じですね。はい、まあなので今まではね、こうランク上に行けばその黒ひげの渋滞がやっぱいろいろ見えてきたんですけども、まあ、だから2000、3000位とかにいるとあんまり黒ひげ4っていう感じで戦うことってなかったんですよ。はい、まあ、なんですけど、まあ、今回その復刻来ることによって多分それそのランク帯でもまあそういう状況が生まれるんじゃないかなと思います。はい、まあ、なので本当に黒ひげ世界になってくると思います。
はい、まあ、なのでまあそこはねちょっともうどうしようもないところでもあるんですけども、まあ、早くね黒ひげを倒すような戦士が生まれてくれるのをちょっと待っておきたいですねっていうことですね。はい、まあ、なんでもうねこれ前に黒ひげに対してね後ろもう無理まあまあまあ、もうこういう自分も黒ひげ使ってるんで、まあ文句は言えないんですけど、まあああいう状況になるもうすごいですね。もうこんな固められるともう結構取り返せないんで正直。はい、まあ、なのでまあそこはもうあれですかね、致し方ないところですね。はい、まあ、なので5月15日を迎えるとプレイヤーのみんなにも特性がつきます。はい、黒ひげに対してのイライラ 300% アップで、あとは何やろね、原作で黒ひげ見かけたら、はい、なぜかイライラするっていう特性も多分つくと思います。はい、で最近ね自分でもよくあったのが、よくあったっていうかちょっとあっと思ったのが、会話の中でもうちょっとプレイがずさんすぎてちょっとやばいわ。会話の中でヒゲって出てきたらなんかちょっとおってはい、思ってしまうことがありますっていうぐらいヒゲに敏感です。はい、ということでこれもう味方強えな。はい、味方がめちゃ強かったこれもうナイスです。アイカウンター、アイめっちゃ普通にスルーしてくる。はい、ということでタイヤリですっていう感じですね。はい、とりあえず2戦目いきます。はい、ということで2回戦目やっていきましょうということで、今回はですね味方に黒ひげが4です。で、敵に黒ひげが4です。はい、合わせて8です。はい、という感じで頑張っていきたいと思います。はい、でも今回はこの2回戦目はもう普通にプレイしたいと思います。まあ、なので頑張りますということで、まあ、正直ちょっと黒ひげの動画見てても絶対楽しくはないと思うんですよまあ正直、はい、まあ、なんで向こうゲージ貯めてないんで取りに行きます。はい、っていう感じで、まあ15日がね来てね、ちょっと増したら多分黒ひげとかあんまり僕も使わなくなるとは思うんですけど、はい、まあ、なんでそれまではちょっと頑張って黒ひげで頑張っていきたいと思います。はい、まあ、でも今回多分復刻ねって頑張って100にするかなっていう感じで一応考えています。はい、まあ、なので皆さんも、はい、まあ、黒ひげ100にしてランキングガンガン上げちゃってください。はい、という感じで頑張りましょう。まあ、ここを旗取れたらでかい。あー、迫るね、迫るね、うん、近い近い近かったまさかまさかうーみたいもう今の俺黒ひげの人好きだわもう今の黒ひげの人好きだわマジで俺絶対パンチしてくると思ったもんマジはまずはパンチだと思った近づいてきてなかなかやる、なかなかやられたことないなかなかやられたことない、もう面白いわ今の。はい、ありがとうございますっていう感じで、おお、何今の、俺凍ったと思ったんやけど、今の出すタイミングうまかったね青木地の人。はい、まあ、なんで頑張りましょう。あー、流行りだね、うん、最近の流行りだね、レイジゴロゴロめちゃめちゃ強いと思います。はい、っていうかめちゃめちゃ強いっていうかね、その時のねゴロゴロの低率が半端ないんじゃんマジで、うん、っていうかね、そもそもレイジュに防御フリー体力アップさせてゴロゴロメダルをつけた人、俺マジで天才だと思う。うん、もう本当にねゲームをね本当に楽しんでる。うん、こういう風に黒ひげを網羅できるキャラクターを生み出してくれる天才です。はい、もう本当に天才です、マジで。もう本当にねそういう人本当に尊敬する。うん、そう、黒ひげ使ってて強いのもね、もうそれそれもう黒ひげ強いから。うん、で、まあ黒ひげ同士になってくると PS とかになってくるんですけど、違うキャラでそれを考えたらなんか知らんけど勝っちゃった頼りです、あざーすっていう感じ。
はい、ということで2回戦終了しましたっていう感じでね、まあ明日、15日に、まあ来るであろう復刻、はい、まあシャンクスを引くのか黒ひげを引くのか、はたまたどちらとも引くのか、まあそちらは皆さん考えて引いてみてください。はい、ということでまあどっちにしろまあどっちも強いので、はい、まあ最強なのはまあ黒ひげじゃないかなと、はい、思います。はい。まあ、なのでね、まあ、明日、ぜひ、自分も、ガチャ動画、多少のガチャ動画を上げますので、まあ、よかったら見てください、ということで、はい、今回は終わりたいと思います。はい、ということで、ご視聴ありがとうございました。じゃあねー。